おかっぱりのシーバスフィッシングからオフショアのビッグゲームまで、海のルアーフィッシングをお届けするソルトドリーマー。今回の舞台は宮城県牡鹿半島沖に浮かぶ味島の磯でシーバスを狙う。牡鹿半島の鮎川港からフェリーに乗り込み、味島へと向かう。同じエリアにある田代島には15年ほど前から幾度か訪れ、シーバスを手にしてきた鈴木。しかし味島は今回が初調航に等しいというニューエリア。周囲およそ21キロメートル、人口は300人に満たない島。磯で狙うは丸鈴木。ミノー、新編、バイブレーションを駆使。そして時にはビッグベイトを投入。春のハイシーズンにランカーサイズを追う。果たしてどんな展開となったのか。調航1日目、この日はあいにく午後からひどくしける予報となり、まだ潮位の高い浅間詰めから磯へとエントリーした。はい、おはようございます。今日はですね、味島、初日なんですけど、磯丸と言われるね、シーバスを狙っていきたいと思います。浅間詰めで雰囲気はかなりいいですけど、結構ね、もううねりの南のうねりですかね、入ってきて結構ちょっと波気があると思います。ちょうどこれから満潮を迎えて、下げに入るタイミングもちょっとやりたいとは思うんですけど、いかんせんまだ潮が高いんで入れる場所がね、そんなに多くはないと思います。少しね、かなり下り沈んだ根がある場所と、あとは少し波を避けながら、安全を確保しながら、エントリーしていきたいと思います。よし、じゃあサマ詰め、ちょっと頑張っていきたいと思います。思ったよりね、波がまだ風はねほぼないんですけどね、ちょっと南っけのうねりがねそこそこありますよね。沖の方からだいぶ波がね上がってますからね。前回来た時はもうね、ここまで降りてこれないぐらい波がもうねすごかったんですよね。まだ降りてこられただけいいかなっていう感じがします。濁りは結構あるんですけど、満潮付近なんでね、かなり潮が高くて入りにくいと思いますけど、ちょっと点々とね乱岸しながら狙っていこうかなと思います。最初はミノでランブラーですね。ランブラー 145F、フラッシュブーストの、レッドヘッドですね。フォローでちょっと狙っていきたいと思います。ロッドはエクスセンスジェノスワイルドコンタクト S110MH、リールはツインパワー C5000XG、 ルアーはミノーのほか新編、バイブレーション、ビッグベイトをローテーション。これが今回のタックル。ポイントまで届くかどうかね。なんか鳥は結構ねパラパラいるんで雰囲気は良さそうですけどね。いいですね、もう太陽が上がって隣が金華山かな、金華山か。おし、来た、来た、1投目来たよ。おー、潮に乗ってるな。潮が速いからね大変だよこれ。ちょっと待ってよ、ここはねランディングするのにちょっと移動しないと厳しいよこれね。滑るねこれ完全に。第1投目からヒット。安全かつ確実に魚をキャッチするべく細心の注意を払いながらランディングへと持ち込んでいく。おっと、
針が背中に回ってるね。よいしょ、1投目で、1投目。はい、いいですね。一発目、朝のコメントをねちょっと喋りながら、太陽と金華さんなんて言ってたらいきなりヒットしてくれましたね。いいですね、やっぱり肉厚でね、結構いいシーバスだと思いますよ。まあこの辺ではねアベレージサイズだとは思いますけど、まあいきなりね来てくれたんで、おっと嬉しいね。幸先のいい1本、よし、はい、ありがとう。おお、やったね。いいね、やっぱりねこう初めてっていうかね、あまりやらないフィールドで来るっていうと、同じシーバスでもね1本の価値と、なんかこうサイズよりもやっぱり出会えたっていう感動があるね。おっしゃ、おっしゃ、いる場所分かったね、さっきと同じだね。波が来れば一気に、よし、おお、がっちりいってるね。いいね、ちょっと待って、必ず波を見ながらやった方がね。お、ナイスサイズじゃない、ちょっとサイズアップしたね。よいしょ、ういやったー、いいね、最高だね。はい、ちょっとサイズアップしましたね、いい感じです。最初とね、まあ同じ場所です。同じ場所ってはポイント、目の前にある岩の右角ですね、そこでまたヒットしました。ちょっと広くね他のところを探ってたんですけど、当たりがないんで、一発目がね当たった場所にもう一回キャストしたらやっぱりいましたね。食い方も最高です。ランブラーがもうテールの方からねがっぽりいってますね。まあでもね、やっぱり宮城のポテンシャルってやっぱりシーバスすごいんでね、宮城というか東北全体がやっぱりシーバスのポテンシャルはねかなり高いとは思いますけど、まあここ近年ねこういった離島なんかもねかなり注目されてて、シーバスのねこういうビッグゲームはねデーゲームでできるんでね、まあ通う人も多いのはよくわかります。やりました。計測の結果は72センチ、サイズアップを果たした。はい、ありがとう、サンキュー。鈴木にとっては初調光に等しい味島、調光1日目朝間爪の地合に2匹をキャッチ、潮位が高く入れる場所も少ない状況下、新たな磯へとエントリーした。はい、ポイントを移動してきました。ちょっとね先端よりは少しね、まあ波も少しあったんでね、少し手前の方に戻ってきました。ただやっぱり先端と違ってね、波当たりが全然違いますね。めちゃくちゃ穏やかで、さっきまでのねうねりとかさらしっていうのがちょっと嘘のようにね、ここはあまり感じられないですけど、まあちょっとねせっかく来たんで、このまあ岩の間、まあ点々とねちょっと狙っていくような感じで、手早くちょっとチェックしていきたいと思います。まあルアーはまあミノですね、サイレントアサシン 140S シンキングですね、シンキングタイプの、ミノで遠投しつつ、まあちょっとね広範囲をテンポよく探っていきたいと思います。磯だと結構フローティングってイメージがあるんですけどね、まあ水深も多少あるし、レンジをちょっとキープしたいんでね、まあ今回ちょっとシンキングタイプで、まあほぼ満潮ですね今が。でこれから夕方にかけて、まあ潮がね、
お、来たよ。いきなり来たね。おお、来た来た来た、ヒット。ヒットしちゃったよ。嬉しいね。さあ、ここに上げられるか。ちょっと待ってね。足場がね、ランディングする場所があんまり良くないね、ここはね。よし、よっしゃ。いきなり出ましたね。手前のちょっと深めのところからね、出てきました。おっしゃ。おー、計測の結果は76センチ。見事サイズアップを果たした。このサイズがね、結構イージーに振ってくるんだからね。これは本当にすごい場所だと思いますよ。まあ当然ね、いい場所、いい時もあればね、悪い時もあるとは思うんですけど、まあ今日はちょっといい方向に傾いてくれてるんじゃないかと思います。ちょっと違うのでやってみよう。足場も低いしね、ビッグベイトでちょっといろいろとコースがありそうなんで、引けるコースが、まあシンキングタイプです。アーマージョイント 190S フラッシュブーストですね。まあこのマットチャート、要するに視認性があるんで、自分がどこを通してるか、ルアーが泳いでるかというのはよく見えるっていう、まあこのルアーでちょっと狙ってるの。まあ釣れたらちょっと気持ちいいかなって感じですね。お、やっぱ飛ぶな。ちょっと投げただけで結構飛べますね。まあ沈みね、スリット、海藻の周りをなんかゆらゆらしたら、下からドンと突き上げてきそうな、そんな感じのイメージなんで、まあちょっとね、釣れたら面白いかなと思って、ちょっと忍ばせてきました。まあもちろんこの辺で使うのは初めてです。ゆっくりゆっくりね。ジョイントなんでね、本当にそんなに早く行かなくてもね、流れでゆっくりひら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 アクションしてくれるんで、潜っていかないんでね、引っかかりにくいからいいですね。結構大胆にいろんなところをキャストできますね。よし、来たよ。来た来たね。抑え込むようなバイトだったよ。ここがちょっと大変だよ、俺ね。磯をかわすのは。こっち側に行こうか。よし。こっち側から引っ張らないとね。こっちで根に擦れるよね。あ、そう。お、やばいやばい。違うね、魚が。魚が違うよ。嬉しいゲストが。ほら。来たね。ある意味来たよ。はい、来ましたね。狙い通りの一匹です。これを狙ってましたっていうのは嘘です。シーバーさん狙ってたんですけど、なんか引かないし重いし、なんだろうなと思ったら、やっぱり東北ですね。特にこの辺は海藻も多いんでね、やっぱ別光が、しかもアーマージョイント、うまそうだったんでしょうね。これはね、ゆら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 、下が出てきてドーンと、いいですね。最高です。別光沿いとも呼ばれるタケノコメバル、48センチの特大サイズであった。よっしゃ。なんか東北らしい魚もね、ゲストで来てくれたんで良かったですね。すごいね、ちょっと見てもらえば分かるけどね、景色が一瞬で変わりましたね。さっきまで晴れてね、よく見えてたのが、ちょっと風が変わるかもしれないですね。これがタイミング的に一気になんかガスっちゃってね、周りが何にも見えないんでね、まあちょっと様子見ながらね、さすがに見えないんでね、やっぱりルアーもいいコース通せないし、まあ安全という意味で様子を見ながらちょっとやってたいと思います。よし。